こんにちは、吉田さん。目的地にすぐ着きたい時と、あとはね、目的地までの旅を楽しみたいってものがありますよね。私も旅はね、マイカーが絶対好きだなと思ってる方なんですよ。で、一定のプライベート空間っていうのがあるでしょ。あれもいいですね。要するに、マイルームを持って移動するっていう感覚、それが車にはあるのかなと思うんですよ。それが軽自動車であろうと、まあ、セルシオであろうと、アルファードであろうと同じようにね。やっぱり自分の相棒というか空間が一緒についてきてくれるっていう、この頼もしさはありますよね。うん。で、一緒にガソリンスタンド探したりね、車内で飯を食ったり寝たりとか、まさに我が家ですよ。で、今回ね、スティーブ・ジョブズさんの名言にすごく近いんですけども、まあ、私の大好きなシリーズ、学校というシリーズで、パート4、15歳ってものがあります。これはね、山田洋次監督だったと思うんですけども、学校で起きるいろんなエピソードを紹介して、人間とは何か、育つとは何か、人って何だろうっていうことをいろいろ考えていくんですけども、パート4はね、学校というタイトルなんですけども、学校が出てこないんですよ。その代わり、中学3年生の15歳っていうね、タイトル、サブタイトルがあるんですけども、15歳の少年が学校に行くのが嫌になっちゃって、家庭も嫌になっちゃって、家出をしてですね、トラックドライバーにお願いして、ヒッチハイクをしながら、日本中を旅するって話なんですよね。で、つまりこの15歳の少年にとっては、ヒッチハイクで出会った人、車の中で見た景色が学校だったってことなんですよ。ぐるーっと一回りして、あることをきっかけに我が家に帰ることになるんですよね。で、自分のお父さんお母さんに、ちゃんとね、素直にごめんなさいを言って、新たに生活を始めるということなんですけども、そのきっかけの一つがね、トラックドライバーさんの家に泊まることになった時に、そこに引きこもりのお兄ちゃんがいたんですよね。で、なんとなくその引きこもりのお兄ちゃんと気があって、そのお兄ちゃんの部屋に泊まることになったんですよね。その泊めてもらうようなトラックドライバーさんのお家のお兄ちゃんのところに。で、お兄ちゃんが最後、家族とも一言も口聞かなかったんだけども、自分の描いた絵をね、その主人公の15歳の少年にあげるっていうわけなんですよ。で、そのお返しに、その主人公の少年は帽子をね、脱いで、お礼だよってあげるんですけども、その時に初めて、その引きこもりのお兄ちゃんがね、口を聞くんですよ。帽子をこう照れくさそうにちょっとニヤッとしてもろたって言うんですよ。お母さんは久しぶりに我が子が、トラックドライバーってお母さんなんですけどね、我が子が口を聞いたのに感動して、本当にあなたに来てもらってよかった、ありがとねっていう風に、学校でも家庭でも自分は何の役にも立たないダメなやつだと思ってたその主人公の少年は、見ず知らずの人にこんなに感謝されて、こんなにあったかくされて、自分も頑張っていかないといけないなと、本当に前向きに家族や学校と向き合っていかないといけない、社会と向き合っていかないといけないなっていうふうに感じたんですよね。で、そこでもらった絵、引きこもりの青年が描いた絵の裏に詩が書いてあったんですよ。その詩の中にスティーブ・ジョブズさんが言ってたようなことがちょっと書いてあったんで紹介します。これ浪人の歌っていうふうな、ね、タイトルで、詩が書いてありました。草原のど真ん中の一本道をあてもなく浪人が歩いている。ほとんどのやつが馬に乗っても浪人は歩いて草原を突っ切る。早く着くことなんか目的じゃないんだ。雲より遅くて十分さ。この星が浪人にくれるものを見落としたくないんだ。葉っぱに残る朝露、流れる雲、小鳥の小さなつぶやきを聞き逃したくない。だから浪人は立ち止まる。そしてまた歩き始める。ということで、旅っていうのは人生にもなぞらえることができますけども、最短距離で目的地に着く、つまりは死っていうものですよね。そうではなくて、生きて死ぬまでの旅の途中をいろんな道を行きながら、迷いながら、失敗しながら、立ち止まりながら、時には振り返りながら、少しずつ進むところに、まあ一気にゴールについてしまうよりも大きな意味や味があるんではないかなと思いますね。まあこの学校4、学校パート4ですか、こちらの作品見ながら非常に心に残る詩があったんで、それを思い出したんで今回紹介させてもらいました。誰が読んだのかわからないんで、まあ引きこもりの少年ということにしておきましょうか。では、いってらっしゃい。